F-35 ステルス戦闘機に中国製合金が使用。アメリカ国防省は即刻納入停止との情報をキャッチしました。今回はこの F-35 戦闘機に中国製合金が使用を詳しく見ていきますね。ロッキード社も今年153機の納入が予定されています。量産体制が崩れる。アメリカ本国は、もとより日本をはじめとする同国の同盟国や準同盟国に対し、今現在調達が可能な唯一のいわゆる第5世代戦闘機として数多く採用されているのが、ロッキード・マーチン社の手による F-35 ライトニング2である。アメリカで、この F-35 ライトニング2は、空軍が通常滑走路仕様の A 型を1763機、海兵隊が短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型を353機、海兵隊と海軍が航空母艦仕様の C 型を340機ほどを調達する計画が進められている。日本でも F-35 ライトニングには A 型105機、B 型42機の合計147機を調達中であり、現在の主力戦闘機である F-15J イーグルや F-2 と3機種体制での運用が行われており、その中で最新鋭機に位置づけられている存在である。このように、今や西側諸国における入手可能ないわゆる第5世代戦闘機として、その先進性を示していた F-35 ライトニング2だが、アメリカ本国では、先頃ある問題が発覚し、その新規調達が中断される事態が生じている。F-35 ライトニング2は、前述したように、ロッキード・マーチン社製の戦闘機だが、機関部には、プラット&ホイットニー社製の単発の F-135 を搭載しており、この機関部の部品の中に、規格以外の材質が使用されていたという。アメリカの国防総省の発表によれば、この F-35 ライトニング2が搭載する F-135 エンジンに、中国で生産されたサマリウム磁石合金が使用されていることが確認されたということで、これが2022年8月19日に判明したものだ。F-35 ライトニング2が搭載する F-135 エンジンは、プラット&ホイットニー社が受け負っているが、今回発覚した中国で生産されたサマリウム磁石合金が使用されていたのは、スタータージェネレータと呼ばれる部分である。このスタータージェネレータ自体は、アメリカの航空、宇宙関連の事業において、様々な機器や技術を提供している、ハネウェル・インターナショナル社が、製造を担っており、故に、無断で中国で生産された、サマリウム磁石合金が使用されたという。ハネウェル・インターナショナル社の前身である、ハウネル社は、1886年に創業された、長い歴を持つ企業であり、当初は、石炭を使用した釜炉に用いる、温度調整装置等を開発し、発展を遂げていったという起源を持っている。そんなハウネル社が、軍需関連の領域に進出したのは、第二次世界大戦の時期であり、主として、航空機用の部品を手掛けたことが始まりで、以後は、ベトナム戦争を契機に、各種の爆弾や、ミサイルの誘導装置等の製造も行う企業となった。現行のハネウェル・インターナショナル社が成立したのは1999年で、同じく、航空、宇宙関連事業を行っていた自身より、企業規模的には大きかったアイランドシグナル社と合併を果たしたことによって、今の形が築かれている。さて、今回問題となった、ハネウェル・インターナショナル社製のスタータージェネレータだが、これが問題視された理由は、アメリカの国防総省が定める兵器類の調達規則に則っていない可能性が生じているためである。これは
F-35 ライトニング2用の F-135 エンジンを製造するにあたって、スタータージェネレータの製造を担当していたハネウェルインターナショナル社の下請けの企業が、中国で生産された無許可のサマリウム磁石合金を使用していた模様だ。サマリウム磁石合金自体に磁気化を施す工程は、アメリカ国内で行われている作業であり、それゆえに、F-35 ライトニング2や F-135 の性能や品質に直接の影響を及ぼすことはないとはされているが、今後は国内産のものを使用するという。このためこれまでに製造され、寸でに納入されている F-135 については、そこで使用された中国で生産されたサマリウム磁石合金を回収する等の対応は行わず、よって日本を含む F-35 ライトニング2の導入国にも、今のところ動きは見られない。アメリカの国防総省は、プラット&ホイットニー社やハネウェルインターナショナル社らの F-135 の製造を担う企業に対し、どのような経緯で中国で生産されたサマリウム磁石合金が入り込んだのか、その原因を調査中としている。この原因の調査が長期化する場合には、現在進められている F-35 ライトニング2の生産自体にも遅れが生じる可能性も全くないとは言い切れず、2020年の新型コロナウイスルの世界的な蔓延等で生産が滞ったことも記憶には新しい。新型コロナウイルスは2022年の現在も変異株が次々と現れ、日本でも連綿とその状況が続いているが、さすがに発生を認識した頃よりも、この状態に良くも悪くも慣れてきており、今では催しを中止する等の措置は少なくなった。しかし、2020年当時を思い起こせば、マスクは言うに及ばず、様々な日用品が日本のマーケットで品薄状態が続くなど、いかに日本が多くの物品を海外、そしてその多くを中国からの輸入に依存しているのかを思い知らされた。今回の F-35 ライトニング2用の F-135 エンジンのスタータージェネレータの一件からは、こうしたアメリカ製の軍需製品に関しても、それが意図したことではないとはいえ、世界における中国製品の浸透具合を改めて感じさせたように思える。ただし、F-35 ライトニング2をめぐる中国とのこうした関係性は、今に始まったことではなく、中国のハッキングにより、2009年にはアメリカの国防総省、2012年にはイギリスの BAE システムズ社が一部のデータを抜き取られる事件も起こっている。こうした事態を受けて、アメリカの国防総省は、自国の軍需製品に中国製の素材や部品が使用されないように規制を行っているわけだが、今から8年前の2014年にも F-35 ライトニング2に中国製の部品が使用されたことが問題となった。この時にアメリカの国防総省が行った調査によれば、 F-35 ライトニング2以外にも同じロッキード・マーチン社製の F-16 ファイティング・ファルコンやボーイング社の製の戦略爆撃機 B-1B にも同様の事態が確認されている。アメリカの国防総省が自国の軍需製品にこうした中国製の素材や部品の使用を禁じているのは言うもまでもなく、現在最大の仮想敵国となった中国に対し、万が一実際の戦闘に発展した場合、自軍の優位性が損なわれることを危惧しているゆえだ。ただし、この2014年の問題発覚時にも、アメリカの国防総省は、最終的には、当時の F-35 ライトニング2に関して、重大なリスクにはならないと判断して、今回と同様に、その部品等の回収を行うまでには至らなかったという前例がある。昨今は、ロシア軍によるウクライナへの侵攻が、長期化の様相を見せており、ロシアが、
自国の兵器に使用する半導体を海外に依存していたことから、その枯渇が始まっているとの見方も多いが、アメリカでさえも、こうした不祥事は多発している。そうした意味においては、ロシアよりも、まさに、世界の工場として、様々な分野の素材や部品を手掛けている中国派たちが悪く、非正の一市民としては、せめて、日常品だけでも、中国産を購入しないことくらいしか、抵抗策を見出せない。